よし、じゃあね、前回ね、ポケモンやった時にちょっとね、やり残したことがありまして、それをやっていきたいと思います。もしよかったらフォロー、チャンネル登録よろしくお願いします。やり残したっていうのは、ミュウツーをね、捕まえることをね、やってなかったんで、ミュウツーを捕まえに行こうかなと。堂島、少し休んでいったら、どうかしら。母の温かみ、ありがとう。行ってきます。行ってきまーす。空飛ぶ。あ、いないのか。じゃあ一旦あれだね、ポケモン入れ替えて。やらないとダメだね。レベル3だと？もう全力で潰すよ。よし。ポケモン入れ替えなくちゃ。ポケモンに。いや、ちょっと待って、これ。おかしい。すげえバグってる。なんだ今の。絶対フリーズするじゃん。まあ、あれかな、レトルフリークでやってるからかな。預ける。誰でもいいんだけどね。連れていく。保証。向こうでまた入れ替えるとして、アイテム類は大丈夫か。ゴールドスプレー15、満タン笛、ハイパーボール、エフェクトガード、まあ大丈夫そうだね。とりあえず飛ぼう。花田シティに飛びましょう。預ける。連れていく。どれだっけ？火の鳥、ほうか、氷鳥、フリーザー、電気鳥。なるほどね。ここに入るってことか。マスターボール持ってくか。マスターボール。OK。行こうかい。と、ちゃんと開いてる。波乗りはプレイボーイ。こっちは何があるんだろう。こっちまでちょっと行ってみよう。
戦うことになりそうだね。私、お月見山にキノコのポケモンを取りに来たの。そうか。ちょっとメガネを。どうかな。ミニスカートが勝負を仕掛けてきた。こんなとこにいるなんてすごい、ね。でも。パラス31か。じゃあ日野太郎で。燃やしてあげようね。メガトンキック。あ、切り裂くでいいか。全然育ってないから。もう育てるのも手だね。パラセクト初めて見るかも。でっけえキノコだね。こんなキノコを取りに来るミニスカートは危ねえ。可愛らしいね。キノコを取りに来るとか。せっかく取ったのに。この辺りはもうキノコ見つかんないかも。だって私が全部取っちゃったもん。少しエロいね。おじさんになるとわかる。なんかあれだね。これは。もしかしたら。さあ、捕まえようか。で、一番レベルの高いやつを、三連装、なんか電気タイプすごい怖い。どうしよう。いきなり波乗りか。居合切り必要だったらどうしよう。ああ、覚えさせてねえんだよな、誰にも。ここ正解か？絶対違うでしょ。うわ、迷路みたいになってんだ。お、ユンゲラ51。待って、これこんなの聞いてない。待って、逃げられるように三面相前に置いて。待って、レベルがさ、とてつもなく高いんだが。電気ショック。やっぱ、ちょっと待って。敵が強い！逃げる。戦っていられねえよ。ははははは。ちょっと待ってくれよ。やばいポケモンばっか出てくんじゃん。ありがたい。大爆発されたらおしまいだもんね。逃げるしか。待て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 。回復の薬と満タンの薬何が違うんだろう。こんなのザクザク出てくるの。やば。
レベル上げてないからさ。サイドンが出るの。ちょっとそれは聞いてないな。捕まえていく？これから出てきたら。捕まえていこうか。せっかくだしね。迷路みたいになってそうだな。銀の玉。捕まえるか。よし。もう持ってないポケモン全部捕まえていこう。めったに見つからない珍種。三つの頭は喜び悲しみ怒りの感情を表す。ミスゴドリ。黒ひげ。黒ひげ。黒ひげ。ちくしょう。かわらりってら。これは何がいいんだっけな。ノーマルにはなんだっけ。心。電磁波解けばいいみたい。サイキ光線を打つ。めちゃくちゃ硬いんだが。やめて。封じられてる。まあいいや。よし。この調子で捕まえていこう。きめ細かくしなやかな体毛は、うっとりするほど、毛皮は高級品だ。毛皮に使われてんのか。はい。何がいいかな。よいしょ。顔の感じからしてね。行き止まりかよ。やばい。こいつはやばい。ガチでやばいさ。よし。いや、ゴールドスプレーがさ、体をなさないんだが。ユンケラ持ってるし。
お、でっかいキノコだ。ミニスカートに教えてあげたいね。ここにいるよ、つって。成長。ほう。影分子。で、ハイパーボート。パラセクト、キノコポケモン。キノコの傘から毒胞子を撒き散らす。しかし中国ではこの胞子を漢方薬にする。なんかさ、昔のポケモンってさ、毛皮とかさ、なんか普通に食われたりするよ。もうこの名前はこれしかないね。仮電磁波ぶっぱなしで、日野太郎いけるかな。日野太郎で最悪なことしてきやがった。大文字。まあ耐えるでしょ。強いな。だがエンドだ。よし。モルフォン、毒牙ポケモン。羽に鱗粉がついていて、ひらひらと羽ばたくたびに猛毒の粉をばらまく。何がいいかな。キャッタ、キャッタピーにしよう。ピーピーマックス。ここにもある。正解を一回でいきたい。出た。何がいいんだっけ。カイドウ。ハイドロポンプ。はい、一発。怖え。もうスプレーの効果ねえからしなくていいか。
レベル上げてえな、できたら。止まりか。こいつやばいんだよな。大爆発。強すぎだろう。大爆発はダメ、ほんとに。道具。あ！ないのか。やばいな。まあ、いっか。全滅するかもしんない。非常にやばい。スピードを得とってんだね。嫌いだわ、こいつ。マジで。ちょ、待って。せっかくなら、これを、育てたいな。何トライアタックって。やばい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 。できるかこれ。これ全滅するな。これミュウツーにたどり着く前に全滅しちゃうかも。お、メタモンだ。これは捕まえたいな。マジか。死んでしまうな、うなぎが。頼む。なんでこんなに耐える。これかな。ポケモンの相性か。メタモン、変身ポケモン。体の細胞の作りを自分で組み替えて他の生命体に変化する。すごい。何がいいかな。すごい。よし、正解だったみたいだ。ほう、
レアコイルいるんだ。これで沈んじゃうか。倒したよな。まあまあ。よーし、いいじゃん。いる。いた今。ミュウツーいましたね今。ついたね。65。お前らしてんの倒せるんじゃないか。あ、やばい、毒持ってる。待ってくれよ。ミスった。やらかしまる。じゃあカイドウ。ハイドロポンプ。これ属性とかも変わるのかな？あ、変わるんだ。経験値つくな。おー、ガラガラ。やばい。逃げた方がいいな。逃げられない。逃げられないだと？バレるか。捕まんないよな。だよな。暴れてるわ。まあ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 。カイドウで。ゲートビー。あっ、捕まえたかったな。こいつマジやばい。一番戦いたくないポケモンだ。元気の塊。一旦さ、全滅した方がいいんじゃないかなって思い始めてる。でかい狩りだね。狩りがでかいわ。ハイパーボール。いや、見たもん美味しくねえんだよな。経験値めちゃくちゃ少ねえじゃん。やばいこいつ。捕まえたいけど捕まえれるかこれ。レドビなんていうこと。やめて、小さくなるの。光
らないの。もう一度。聞かないの。ちょっと待って。どんだけ小さくなるんだよ。いやー、厄介だな、これ。いやー、ダメやか。仮の壁とかやり始めたぞ。いや、当たんね。いや、何それ。捕まえれるか。無理だよな。これは逃げた方が良さそうだな。無理だ。こっちにして。あ、野生のラッキーが飛び出してきた。よし。捕まえてやろう。もう一回聞くか聞かないかどうか調べてみよう。よし、聞いた。捕まえたいな。めっちゃ硬いじゃん。リフレクト。HP どんなもんか捕まえてみてえな。無理か。どんどん硬くなってくる。でかいんだよな、こいつからと。これでだいぶ効くんじゃない？下がったし、あんまり変わらないか。赤くなるまで。効くんじゃないか？ダメか。ラッキー、卵ポケモン。一日にいくつか卵を産む。その卵は栄養満点でものすごく美味しいらしい。いや、このタフさはね、花山だね。花山香る。ライチュウ。ライチュウ。死ぬな、これ。ミュウツーまでたどり着けるか？
アイドルポンプ。確かに。最後のアイドルポンプ。こちら。よし。よし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 。みんな、ポケモンリーグより厳しい戦いだな。いたも。一人生き返らせるか。レポートして、塊を誰に使うか。見せ場はやっぱこいつに作りたいな。日野太郎。え？で、回復の薬。傷薬でいいか。オッケー、やるか。さあ、ミュウツー捕まえようか。ねえ。よいしょと。じゃあ、行こうか。バラバラララーラーミュウかっけー。あ、野生のミュウツーが飛び出してきた。レベル70。デンジャースピード速えな。ちょっと待って、激強なんだが、ユンゲラーより上取ってんの。レイトビン。バカが。これ。全然減らないんだが。いいよ、もう凍ってくれたら。めちゃくちゃ強いんだけど。凍らないから。凍ってくれたら最高なんだけど。これ。バリカ。よし！これワンチャンマスターボール使わなくてもいけるんじゃないか？もう絶望だよね。昔のポケモンだから。あと一回。もう一回やっとこう。うわあ、ぶねえ！倒すことだった。倒してしまうところだったぜ。さあ、日野太郎で捕まえようか。一番最初にもらったポケモンで。ハイパーボール。よーし！
マスターボール使う必要なかったな。ミュウツー遺伝子ポケモン、高さ2メートル。意外と身長高いんだね。研究のために遺伝子をどんどん組み替えていった結果、凶暴なポケモンになった。終わりって名前にしよう。よし、穴掘って逃げるか。ちょっと強さ見に行こうか。まさかここに飛ばされるとは思わなかった。あとさ、伝説のポケモンたちなんか強さ見てないから、そいつらも見てしまおうか。ちょっと回復だけしてあげよう。連れていく。と電気取り。氷取り。あとラッキーだけ連れていこうか。花山、さあ今日の強さ見よう。ちゃあつえ、いやちょっと待って、花山400もあるの HP。 待って HP400。 雑魚すぎだろ、17とか。攻撃力10。完璧な害悪ポケモンじゃん。でもなんかラッキー捕まえれてよかったな。みんな回復させてあげよう。もう一回ちょっと花山を見て。攻撃力17とかさ、ふざけてるよね。ふざけポケモンかなこれは。まあ、とりあえず預けて。花山を預けますと。さて、まず電気鳥から行こうか。一人だけ HP 低いね。ほうほうほう。全部100超えなんだね。
電気ショックしか覚え、待って。これだけなら覚えてるの。もっと覚えてるもんだと思った。お、特殊型だね。だね。特殊防御型だね。なんかあんまりなんか伝説のポケモンっていい技覚えてないんだ。なるほど。もう一回見よう。こいつが一番バランスいいかもね。さあ、火の鳥はどうだ？ファイヤー。なるほどね。やっぱ電気鳥が一番バランスがいいような気がする。さあ、ちょっと日の太郎見よっか。御三家のポケモン。やっぱり伝説のポケモンには及ばないね。さあ、ミュウツー。HP249。強すぎだろ。160、143。素早さ、194。特殊、236。なるほどね。よし。これで、ポケモンリーグ、制覇いくか。と言いたいとこだけど、絶対無理だから、終わりのステータスを開いて終わりましょうか。見に来ていただいた方、ありがとうございました。もしよかったら、フォロー、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ありがとうございました。さよなら。